登録番号3260番の、福岡支部今村です。優勝目指して頑張ります。応援よろしくお願いします。3849香川支部中岡雅彦、体重管理を心がけています。スタート一撃のレースが多いです。性格は大雑把です。嬉しかったことは株価が上がったことです。好きな言葉は自然体です。今から世界一周です。今節優勝戦乗れるようにしっかり頑張ります。4064番、山口支部原田敦です。プロとしての日々の心がけは、体重管理と、体重管理ですかね。自分のレーススタイルは、スタート力があまりないので、コーナーをしっかり攻めたいと思ってます。性格はどうですかね。長所は、趣味が多いとこで、短所も趣味が多いことです。最近嬉しかったことは、寺田さんから誕生日プレゼントもらったことです。無人島に、持っていくとしたら、ナイフとライター、チャカマン。好きな言葉は努力です。挑戦したいことは、日々挑戦しているので特にないですね。今節は地元なんで、しっかり優勝目指して頑張りたいと思います。応援よろしくお願いします。4108番山口支部吉村正明です。プロとして日々心がけていることは、なんですかね、体重管理ですかね。自分のレーススタイルは、一着を取りに行くことだと思います。自分はどうですかね、人見知りです。最近嬉しかったことは、前節優勝したことかな。2つだけ無人島に持っていけるとしたら、何ですかね、豪華客船、すぐ帰ります。好きな言葉は特にないかな。今からやってみたいことは、ゴルフです。今村さんと回れるように、今節も優勝できるように一生懸命頑張ります。登録番号4624佐賀支部高田明です。プロとして日々心がけていることは、レースへのモチベーションを切らさないように毎日レース見てることです。自分のレーススタイルは、スタート行けるときは行って強気にまくりに行く感じですね。道中諦めないのも強みだと思います。自分の性格は明るいと思います。よく喋るのでうるさいと先輩に言われます。最近嬉しかったことは、3期連続で A1 をキープできたことですね。2つだけ無人島に持っていけるとしたら、火か、自分、布団か、その辺ぐらいだと思います。好きな言葉は真剣勝負です。今からやってみたいことは、釣りをよく誘われるので、久々にまたやってみてもいいかなと思ってます。徳山大好きなんで、今節も思い切って諦めない走りして優勝目指したいと思います。応援よろしくお願いします。